こんにちは、港ゆうきです。この動画はですね、19回をやっていこうと思ってます。3単位以内にクリア。おうおうおう。3単位以内ってことはそんなに強くないんかな。報酬は、ああ、なるほどね。あ、耳飾りもらえますね。3単位以内で。倒せるかな。3ターン以内ってことは、ちょっと編成変えるか。編成変えて、何がいいやろ？レスラーとかにする？レスラーにして、で、装備を排水寄りにする。排水寄りに。排水って何入れるんだっけ？こうして、あ、どうしよう。上限いくかな。何入れるんやっけ？排水って。何が足りてない？何が足りてないんですか？あとは、なんかあるか。これか。これを、拳。拳。で、召喚石を変える。3ターンってことは多分召喚せんと思うんですよ。だからなんか攻撃力の高いやつをぶち込んどく。HP もいらない。あれ、もしかして、これ。あ、やっぱ絞り込み闇になってるわ。これでいけそうな気がするよ。で、キャラクター変えんとね、キャラクターは、一つ目のパーティーは、排水にしたい。排水誰入れるんだっけ？お、どうした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 、なに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 、なんか喋っとる。なになに、どれどれどれ、排水オッケー。びっくりした。なんかシリ起動していきなり音出たんやけど、怖っ。一回全部外すか？いや、まあ、いいか。3ターンで、あとアビリティのやつも入れときたいんですよね。だから、アビリティが強そうなやつを、ちょっと入れたい。けど、なんかおったっけ？アビリティ強いやつ。全然わからん。パーティーの入れ替えをして、シスト、あれ、で、パーティーの二人目に、アビリティが強そうなやつを入れといて、一旦目に、排水で攻撃した後に、メンバー入れ替えて、ボコボコにするっていう作戦です。なんで、ここにミゼラブルミストを入れたい。
ね、デュアルインパルスはいらないか、別に。アーマーブレイクとかにしとく？これでちょっとやってみます。勝てるかな？とりあえず、デバフ入れて、結構強くない？これ3ターンで本当に削れんの？怪しいな。ちょっと待ってよ。怪しい。3ターン目にバトルメンバー入れ替えるか。あ、いけそう、でも。奥義オフで殴っといて。これ2ターンだろ？お、え、ちょっと待って、麻痺はやばくない？ちょっと大丈夫？じゃあ、バトルメンバー入れ替えをせざるを得んね。これに変えて、40%やろ？大丈夫かな？一応カバウ使っといて、アビリティでゴリゴリに削っていく作戦。まあ、いけそうな雰囲気はあるよね。これで これでもう死んでくれって感じ。いけるか？全然減らんな。やっぱり。こんなもんか。おい、おお、鳴海は強い。いけるかな。ディス使ってトリアタ確定にして攻撃したら倒せるかな。うん、でも鳴海はまだ連続攻撃できそうだから、これで死んでくださいって感じ。いけ。いけ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 。あはー 無理だ。なるほどね。分かってしまった。特殊技が麻痺飛んでくるんか。ということは、あれ、何でガードするんやっけ？挑戦する。3ターンはいけることは分かったから、これ、なんかね、アーマーブレイクやめて、なんだっけ、なんかさ、なかったっけ、ないっけ。うん、ないんかな。なさそう。なんか、無効にする何かを入れたいよね。誰かおらんだっけ？あ、間違えた。なんかオランダかな。弱体回復、違う。弱体無効のやつ。弱体無効ってなんかおったっけ？
これかな。バリア効果。サレムをシスと入れ替えよう。でもう一回行ってみよう。ワンチャンいける、これで。で、ハデス使う。こうする。あ、待って、味方単体にか。まあ、あー、なるほどね。そしたら、一回、わかった。そしたら、主人公にクリアオールを持たして、アーマーブレイクやめて、クリアオール持って、で、シャレムを主人公に、つける。どこだ？クリアオール。これで勝てる気がするよ。んで、これ主人公につけて。これでいいんじゃない？これで攻撃するやろ？まだ一ターンやからね。おお、強い強い強い。神った。麻痺無効になった。それはでかいな。そしたらもう一発攻撃する。攻撃する。攻撃するか。あ、でもこのターンで終わらせんなんかな。え、どうしようこれ。38やろ。やっぱ交代しといた方がよかったんかな。いや、無理だよな。さっきもなんか38ぐらいやったような気がするんだよね。いけるかな。やっぱ全員トリプルアタックにならんときついんかな。これで。誰？やっぱ他人か。麻痺食らったね。もう倒せそうで倒せん。なんかいいのないかな。やり方はなんとなく間違ってはなさそうなんやけど。サレムちょっと一旦やめるか。ナルメアと変えといて。
これで麻痺はミスることあるっていうのは分かったから、いや、ミスることあるんか？エルサレムのおかげやったりする？あ、命中率ダウンがついてるんね。なるほど。っていうことは、命中率ダウンのアビリティなんかあったっけ？クリアオールじゃなくて。弱体対策、ソウルピルファー入れるのありかな。これでやろう。これで勝てるんじゃない？勝てるんじゃないというか、もう勝たんといけんから。こうして、うん、いけるかな。いいよ。もう一発攻撃。トリプル、ダブル、トリプル、トリプル。いいんじゃない？来とる来とる。ああ、まひった。まひっちゃったね。入れ替えるか。入れ替えざるを得ない。入れ替える。27%ってことは、さっきよりかは、多少ね。多少やけど、26。いけるかな。でも、ナルメアがおらんから、微妙やよな。2番目にナルメア入れて、レイで2回攻撃にする方がいいような気がする。やっぱ無理やよね。9%。さっきよりかは上達してきた。一歩前進。まあ、分かったのは、パーティー2番目に、これ、2番目にあれを入れよう。レイ。レイレイ。どこにおるんや。え、違うな。2番目。どうしよう。迷うな。これにしとこうか。ただな、プレデター、まあそうだよね。また、麻痺を避けるまでやるっていうのが一番いいかも。麻痺避ける作戦。完全に運頼りやけど。どうやどうや。トリプル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 ダブルダブルトリプル。
いいんじゃない？よけろ。いやー。ダメかー。42やもんね。42はちょっときついよな。で、さっき思ったのが、ナルメアに2回攻撃つけて、いけるんじゃねって思ったけど。あ、間違えた。いけんかな？無理かな？どうよどうよ。さすがに無理か。全然あかんねえ。どうしよう。どうすんのがいいんだ？やっぱ麻痺避ける方向で行った方がいいね。麻痺避けて、ホッキリンでもう一回同じムーブをかます。麻痺さえ避けれたらいいんやけど、いけるかなあ。ああ、やっぱ無理やな。まひっとるな。そっか、まひったら、コッキリン使えんがか。これは嫌だね。うん。どうしようね。あ、間違えた。これで3ターン目。あと22%なんだよな。こっきりに切って、もう一回攻撃する。ワンチャンいけんかな。12%、9%、お、これ見えてきたよ。一気に見えてきた。コッキリン作戦。これ倒したんじゃね？お、いけた。よかった。やっぱ、コッキリンがキーマンやったね。よかった、倒して。めっちゃ時間かかった気がする。何分かかった？20分 やばいね。次20回やりますね。次の動画で。で、よければ見てください。それじゃあ、バイバイ。